どうもです、つくもよ。7月8日、今日から8選始まりな、雨の多い時期言われとってな、結婚やら法事なんかは控えた方がええって言われてるよ。六曜は仏滅、新しく始めるよ。今日、菊の下の足なんかはきちんとも言われてる。時間は水の絵、絵画を示すような水、種が地面に落ちて春を待つ状態を示してる。十二種はね、ネズミはね、ような水、万物が地下で栄養を蓄えてる状態を示してる。ほんで、この10巻と12巻からお横行を読むと、火は言うてな、良くも悪くも勢いを増す言うけや、仏滅いったものを合わせるいう意味ある境にな、それが火はで勢い増してったらいけんのも出るかね。まあ、これらを踏まえてどう過ごすかは、あんたさん次第よ。ゆるゆると、ええ日になると、ええね。ほな、またねー。